こうして七瀬かりんはテレビやラジオへの出演が増え、頭の回転の速さや話術が評価されていった。大学入試も有名国立大学に一発合格し、これも話題になった。奇跡だけ見れば成功者と言えるけれど、それでもごく一部に人気のアイドルにとどまるのか。幸運が災いしたのか、妬みを買ってもいたらしい。そもそも後人七瀬が生まれる原因となった七瀬かりんの死はどういう経緯で起こったのだろう。こんなのまでできてるの？七瀬かりんがアイドルとして上り調子にあった19歳の6月、父親が亡くなってる。自宅マンションの階段から転落しての事故死とみられ、当時は何ら事件性が認められなかった。亡くなった父のためにも頑張ります。ところが同じ年の11月末、唐突にその死の疑惑が語られるようになる。娘を当てにして働かなくなった父が疎ましく、事故に見せかけて七瀬かりんが殺したというのだ。また父には多額の保険金もかけられていた。父親は死の1ヶ月ほど前から友人に愚痴を漏らしていた。あいつは俺のことバカにしとるんだ。昔から頭の良さを鼻にかけやがって。娘の殺意を感じさせるような父親の手記が死後5ヶ月経ってから発見されたりもした。ネットで話が広まり、後を追うように週刊誌やスポーツ誌が取り上げた。こんなふざけた記事書きよって、どこかの事務所が噂を流したんだろう。名誉毀損で訴えてやる。訴えたところで事態を長引かせるだけです。沈静化を待つしかないでしょう。遠い土地で少しだけ休みなさい。でも君ならきっと乗り越えられるはずだ。言われなくてもそのつもりです。すぐに復帰しますから、次の仕事の目星でもつけておいてください。こうして七瀬かりんは休業した。地方のホテルを転々としながらマスコミの追及をかわし、1月末に枕坂市にやってきた。数日後、宿泊先のホテルのそばで死ぬ運命とも知らず。